そしてもうすぐ2022年も終わりということなんですけれども、はい、2022年きんに君にとってどんな1年でしたいやまさにですねもういろんなことに挑戦させていただいてそしていろんなお仕事をいただいてという感じなので、まあ、よく今年、一文字漢字で表すとなんて言われますけれどもまさにですね力と書いてパワー まさに僕に僕とってはこんな1年でした力強くいろんなことに挑戦したりいろんなお仕事をさせてもらって1年間頑張らせていただいたという感じです。流行語大賞ノミネートいろいろさしていただきましたんでしかし流行語大賞は取れなかったベスト10に入らなかったということで来年は私のこのパワーをアメリカでも流行語のああ 取りたい。パワー。<laughs> はい。ありがとうございます。やっぱ海外に向けて、このパワーって英語でございますので。私、筋肉留学もしておりましたので、そのアメリカで。このパワーの。アメリカで、今度はもう流行語、大賞を取ろうかなっていうぐらいの。活動をしていきたいと思います。すみません、はい、ちょっと、あの、私、英語があんまりでして、ここは、あの。アメリカ筋肉留学をされました。筋、はい、肉に、ぜひ、あの、ちょっと皆さんに、ご説明いただきたいんですけれども。なるほどはい。お願いしてもいいですか?。そうですね、やはり、あの。 まあ外国人の方も、ね、たくさん住まれておりますし、はいはい、英語で正確に伝えるというのもまたこう改めて意味を知れますので、はい、これじゃ正式な発音で皆さんに伝えないといけないというのがあると思います、はい、じゃあちょっといいいいですかお願たします、はい、僕は筋肉留学で英語はしっかりネイティブクラスと言われておりまんい,ま、ね、いますので日本語をしちょっていて英語になるこのモードは非常に難しいんですよね、はい、はいきます。 それでは正式な発音活かしていただきますリバー・ベイシン・ディサスタレジリエンス・アンド・サスティナビリティ・バイ。 はい、こちらになっております。あっちいですね。はい、ありがとうございます。これで伝わりますよね。これは今の,のはい。僕はもう自信がありまして、はい、ネイティブの発音じゃないかなっていう自信がありますんで、これで正式に伝わるんじゃないかなと思います。はいはい